子育て支援の自動販売機が設置されたのは白石市役所の1階ロビーです。市と大手飲料メーカーなどが共同で開発したもので、2枚入りの紙おむつの M サイズや L サイズ、ウェットティッシュ70枚入りがそれぞれ240円で販売されています。白石市内に子育て支援の自動販売機が設置されるのは初めてです。おむつ交換が必要になることもあるかと思うので、そういう時にとても便利だと思います。白石市はこの子育て支援自動販売機を今後も増設していきたいとしています。